ナイン。はい、どうも、盗作中ドレンのつくもです。ということで、ナイン、ハルカルートパート5。続きからです。続きからやっていきたいと思います。ロードしました。登校時間が迫り、二人でマンションを出る。眠気のあまり、俺がぼーっとしたせいで、普段よりも遅めの時間になってしまった。すみません、急ぎましょうか。あ、忘れ物しました？いえ、その…て…え？手とか、繋いだ方がいいでしょうか？え、繋ぐ…手を？はい、ゴーストさんや高峰くんがどこで見ているかわからないので。ああ…そうだった、俺たち恋人って設定だったんだ。だから先輩泊まっていったんだ。そうか。てか、うん。てか。じゃあ、つなぎますか。はい。先輩が差し出した手を握るが、なぜか首をかしげられた。あれ、つなぐんですよね。こっちのつなぎ方の方が。一度手をほどいて指と指を絡めつなぎ直す。ああ、恋人つなぎか。恥ずかしいな。これめっちゃ恥ずかしいな。じゃあ、行きますか。はい。手をしっかりとつなぎ、ぎこちなく歩き出す。先輩、意外と積極的だな。いや、違うか。俺の恋人という役割を、真剣に演じようとしてくれているんだ。嘘がバレて俺が窮地に陥らないように案じてくれている。どうもダメだな。昨日のことで気持ちが浮ついている。俺の目的はゴーストが魔眼のユーザーであるという確固たる証拠を得ること、そしてこれ以上の犠牲者が出ないよう奴の犯行を防ぐこと。気を引き締めないと。特に会話もなく進む。気を引き締めないといけない。いけないんだが、周囲の目が気になる。いや、多分誰も見ていない。誰も気にしていない。けど気になる。女の子と手をつないで歩くの、こんなに恥ずかしいのかよ。耐えられねえよ俺。先輩が軽く俺の手を引く。恥ずかしさのあまり早く歩きすぎたかと思ったが、そういうわけじゃなかったらしい。今気がついたんですが。スマホの画面を俺に見せる。高峰くんからメッセージが届いていて、今日みんなで集まりたいって。みんなでってことは俺も含めてですよね。はい、新見さんのコードネームを決めたいそうです。ああ、そんなこと言ってたな。ぶっちゃけコードネームなんて勘弁してほしいが、溶け込むためには仕方ないか。放課後ですよね。はい、駅前に集合だそうです。了解です。あ、私たちは一緒に行った方がいいですよね。ああ、そうですね。じゃあ授業終わったら、そうだな、また中庭集合にしますか。わかりました。先輩が小さくうなずき、握った指に少し力がこむ。真面目な、顔をしつつも内心ドキッとしてしまっていた。平常心だ、平常心。この場に空がいなくてよかった。絶対ねっとりといじられる。空と九条にはしばらく俺とできる限り、接触しないように、頼んでる。偶然出くわした時は冷たく接してほしいと。結城に裏切りがバレたんだから二人にも伝わっていなければいけない。目的を達成するまで裏切り者を演じきらなくては。学校に到着し、自然と握った手がほどけた。ここからは先生の目もある。さすがに握ったままは厳しい。ありがとうございました。いい経験になりました。え、私なんかと手をつないでくれて。え、いや、こちらこそ、ありがとうございます。謎のやり取りをしながら校舎へと向かう。私なんかって俺相当ドギマギしてたんだが、妙なところで頑固だったり自己評価が低かったり、先輩のことはやっぱりよくわからない。
じゃあ放課後に。はい、放課後に。3階へと登っていく先輩を見送ってから教室へと向かう。中に入るとすぐに九条と目が合った。新見くん、おはい。挨拶をしようとしたものの途中で気づいたんだろう、俺と親しくしてはいけないと。ぎこちなく背けた顔に俺に対する申し訳なさが見え隠れしているのが実に九条らしい。ついこぼしそうになった笑みをこらえ自分の席へ。腰を下ろしたところで不正に気づき顔を上げる。教室の出入り口から与一が俺を見ていた。いつもはおはようおはようとクラスメートに挨拶しながら自分の席に向かうのに、無言のまま俺の席へと一直線へやってくる。ちょっとちょっとちょっと、かけるさん。なんだよなんだよなんだよ。見ましたよ、僕見ちゃいましたよ、あなたが女子と手をつないで歩いてるところ。ああ、一番面倒なやつに見られちゃったな。こいつこういう話大好きなんだよな。何？何なの？彼女？まあそういうことになるのかな。何その答え方、ムカつく。何かだよ、普通に答えただけだろ。ああ、もうこれだよ、彼女できた途端これだよ。彼女持ちの余裕ってやつ出してきたよ。別に出してねえだろ。なんだよ、うざい絡み方すんなよ。嫌だね。まだ聞きたいことがあるんですよ、君には。なんだよ。見てましたよ、さっきの九条さんとのやりとりも。ああ、君もっとうまくやりなさいよ。あ、何を？同時進行してたんでしょ。はで、手つないでたことうまくいったから九条さんを捨てたんでしょ。はあ、最低だね、かける。いやねえから、そんな事実ねえから。でも変だったじゃん、九条さんの態度。そりゃ、まああれだよ、喧嘩だよ喧嘩。かけるがひどいことしたんでしょ。だからしてねえって。見損なったよ、かけるのこと。いやだからちげえって。ちゃんと僕に相談しなさいよ、そうしたらバレずに二人とうまくやる方法伝授してあげたのに。いらねえよそんな方法。気をつけなよ、刺されないように。お前人の話聞かねえな、全く聞いてねえな。事実かどうかはどうでもいいんだよ、あれ見たらみんながそう考えるってこと。みんなってお前だけだろ。そうかな。与一が振り返った先に俺も目を向ける。なんか九条の友達がめっちゃこっちを睨んでいた。そして九条があだふたしていたね。マジかよ、俺二股かけてたと思われてんのか。まあ僕が騒いだせいだと思うけど。だよな、お前のせいだよな。大丈夫大丈夫、ちゃんと誤解は解いておくから。本当だな。うん。おい返事をしろ、無言で笑うのやめろ。ねえみんな聞いて。おい与一、おい。俺の静止の声なんて無視して与一は女子グループの輪に入っていた。あいつ絶対あることないこと言いふらす。俺の立場を悪化させるような噂を流す。リグベーダ潜入計画はうまくいきそうなのに、まさかこんなところに落とし穴があったとは。九条が複雑そうにチラリと俺を見る。早速根も葉もない噂が流れ始めたようだ。いや、俺が九条を傷つけたという噂が広がれば、俺がバルハラソサイエティを裏切ったという信憑性も増す。だからポジティブに考えれば追い風ではあるが、マガンのユーザーを追い詰める前に俺の今後の学園生活終わるかもしれない。ようやく放課後。辛かった。あからさまに女子の線が冷たくて辛かった。なぜか2年のやつがコロナグループの令状をもてあそんだらしいという噂が1年の方にも広まったようで、空から俺の不幸を笑う非常に憎たらしいメッセージが来た。おそらく3年の方にも広まっていることだろう。九条が誤解を解こうとしていたが、必死になればなるほどあんなやつをかばうなんて優しすぎると九条の評価が上がり、俺の評判は地に落ちていく。まあもともと気にするような評判なんてない。
この噂を利用しよう、否定しなくていい、と九条にはメッセージで伝えておいた。了解しつつも申し上げなさそうにしている九条がせめてもの救いだった。じゃあ兄の 悪行をもっと広めておくね、と抜かしやがった空はいつか制裁してやろうと思う。中庭に着いてすぐ先輩の姿を見つけた。先輩も俺に気がつき、読んでいた本をカバンにしまって立ち上がる。すみません、遅くなっちゃって。 いえ、大丈夫です。本を読んでたので。あ、ん？こういう時、今来たところですっていうのが正解ですよね。すみません、私失言多くて。いやいや、そんなの失言に入らないですよ。自然に話してくれればいいですから。はい、ありがとうございます。っていうか、謝らなきゃいけないのは俺の方かもですね。はい。ちょっと変な噂が流れちゃいまして、先輩を巻き込むかも。っていうか、もう巻き込んでるか。噂ですか？俺が先輩と九条を二股かけていたっていう。ああ、三年の方にももう広まってますか？あ、いえ、どうなんでしょう。私、友達いないので、噂とかそういうの分からなくて。ああ。思いがけず地雷を踏んでしまい、ちょっと気まずい。そんな俺の態度が、さっきの言葉をまた失言だと思わせてしまったんだろう。少し慌てながら、微妙にずれたフォローを始める。あの、友達いないのは、その、私がコミュ障なのもあるんですが、自分から目立とうとしていないだけで。空気みたいな存在なので、決して、あの、今は、いじめられたりはしてないので。え、今は？小学生の時は、ちょっと。ああ、なんかすみません。いえ、その、今は本当に何もないんです。自分から、あの、目立たないように気配を殺してるので。え？わざわざ力を使って目立たないようにしてるんですか？え？いえ、あの、普通に自然としてれば誰も私のことなんて気に留めないので。ああ、なんか俺あかんぞ。俺こそ失言が多いぞ。でも、あ、そうですね、力も関係あるのかも。毎朝私がちょっと騒がしくさせちゃうんですが。ああ、学年の人たち全員から出迎えられるって。知ってるんですか？あ、すみません、空が、妹が先輩のこと調べたことがあって。そうなんですね。恥ずかしい。一瞬で赤くなった顔を両手で覆う。もう一人の私は女王として振る舞うので、力を使ってあんなことに。あんなこと、空曰く。やばい、大名行列みたい。これ異常だよ。学年の人気者ってレベルじゃない。女王様扱いだよ、パナイ。だそうで、そんな場面を見られたら恥ずかしくて悶絶するのも仕方ないだろう。そういえば空のやつ、他にも気になること言ってたな。能力を解除すると先輩のことを全く気にしなくなるんでしたっけ？あ、そうなんです。もう一人の私の振る舞いがなかったみたいに。だから私が無意識に私を空気扱いするように力を使っているのかなと。もしくは記憶がないのかもしれませんね。能力の影響下にいる間のですか？はい、九条の力がそうなんです。ざっくり言うと、能力に合わせて記憶が改ざんされたり消えたり。先輩のもそうかもしれませんね。でも新見さんはありますよね、記憶。昨夜の。ああ、そういえばそうですね。ユーザーだと記憶は消えないんかな。あるいはユーザー関係なく記憶が残る人がいる。え、いるんですか、そんな人。いや、仮ですよ、もしもの話。もし覚えてる人がいたら、
恥ずかしすぎて死ぬしかないです。消えてる、記憶消えてる、そういうことにしましょう。俺だけ例外ってことに、そうしましょう。はい。ですわなんて言ってるから変なあだ名つけられちゃう。ボソッとこぼした嘆きに、心配するのそこかよとつい吹き出すとになる。しかしだ、記憶が消えていないとなると先輩の力で自分を空気扱いする現実を実現しているわけで、それってつまり空の存在感を操作して自分を認識できなくなる能力に近いというか、空の場合は完全に見破られるから、ある意味完全なる上位互換じゃないだろうか。おまけに先輩は他にもいろいろと応用が効くわけだし、まあ、そう考えるとすごい能力ですよね。空のためにも力の影響下にある人間はその記憶を維持できないとした方が、しといた方がよ、いいな。いや、いよう、本人に言ったろう、先輩の方がすごいぞって言ったろう、俺を笑いやがった罰だ。そろそろ。そうですね、すみません話し込んじゃって。いえ、楽しいですから。じゃあ、恥ずかしそうに先輩が俺に向かって手を差し出す。そっか、繋がなきゃいけないのか。行きましょうか。はい。柔らかく握り、指を絡め繋ぐ。早く魔眼のユザを何とかしよう。恋人のフリするのはかなりきつい。仲良く手をつないで歩いていきましたが、あれ必要なんですかね。成り行きで恋人の演技することになったって話だし、いつどこで見られるかわからないから必要なんじゃないかな。何？なんかちょっと機嫌悪いです。そう見える？普通だけれど。ならいいですけど。いやー、でも演技ね。演技っすか、あれ。あのクソ兄貴普通に照れてますよ、普通に。そうだね、初々しくて本当に恋人同士みたいに見えたね。やっぱ機嫌悪くないです？そう？なんでだろう、いつも通りのつもりなんだけれど。まあね、元制裁たちですからね。そんなに変？変な顔してる？クソ兄貴め、めっちゃムカついてきた。私のせい？ごめんね。違います、全方位にいい顔してるあの野郎にムカついてるだけです。まあうまくやるんじゃないっすかね。手伝えることもないし、帰りましょ帰りましょ。機嫌悪い？まあね、九条は確かにね、昨日アーティファクトのね、あの事件から意識し始めたって言ってましたもんね。はい、というところで、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。